総括制御。総括制御は、鉄道車両の運行において、一人の運転士が、複数の車両の動力を制御する制御方式のことで、ある。統括制御とも呼ばれる。総括制御が最初に試みられたのは、電車で、フランクス・プレーグが、シカゴの高架鉄道用2897年に開発したものであった。黎明期の電車における立候補時の出力調整は、 電車に搭載された複数の抵抗器の欠線を運転手のハンドルやレバー操作によりつなぎ替えることで電動機にかかる電圧、電流を段階的に変化させて旅を調整する直接制御式が一般的であった。この方式は簡便であったがコントローラーで扱える電力には制約があり、大出力電動機の制御や複数車両の同時制御も困難であった。スプレーグは 運転台上のコントローラー内部を抵抗、つなぎ替える指令を送るだけのスイッチとし、マスターコントローラー、その指令を受けた各社の床下などに装備された、主制御機が抵抗を儀かえ,えるという方式にして、複数の電動車の同時制御を可能とした。前述の直接制御に対し、電動機の電流、電圧を間接的に制御することから、間接制御式とも呼ばれる。 電車の総括制御は都市鉄道の発展とともに進化した。1903年、ゼネラルエレクトリックはニューヨーク市地下鉄用に自動加速を行える総括制御装置を開発した。それ以前の電車の加速は運転手のコントローラーの切り替え速度に依存していた。ニューヨーク市地下鉄は当初から長大編成の電車の運行を計画していたために目分量で切り替えを行うことは 電動機や抵抗機の焼き付き、電力消費量を考えると適切ではなく、自動で加速を行う機構が必要とされたのである。電気車の技術が進展するにつれ、交流電車の制御、発電ブレーキや回生ブレーキの使用、弱め回時制御などの制御方式の展開が行われるが、スペースが限られ電動機が分散した電車でこういった、語が可能になったのは、 総括制御方式が確立していたからに他ならない。こうしたメリットゆえ、総括制御を前提とした、間接制御システムを備えた電車を導入することは、連結運転を行わない、電鉄会にとっても有利で、郊外を走行するため、高密度路線を除けば、単行運転が主体であった、インターアーバン路線でも、盛んに採用された。電気機関車の場合は一両あたりの出力が、 大きいものが多く扱う電流値も大きいが、低電圧、小電流の制御用電源で、それぞれの機関車の主制御機を同時に動作させる考え方は、電車と共通である。輸送単位の増大により、ディーゼル機関車や機動車も総括制御の必要に迫られたが、これらは噴射ポンプによる燃料供給量の制御、エンジン回転数制御と、クラッチの断続や、 変速機での変速をすべて機械的に行わなくてはならず燃料噴射量やシビラドを抵抗操作力のばらつきなどからタイミングを完全に揃えることが難しかったそこでクラッチと変速機が不要となるガスエレクトリックやディーゼルエレクトリック方式などの電気式が大出力向けを中心として普及していったこれは 複数あるエンジンの回転数と発電機出力の極性を制御するだけでよく、しかも多少の回転数、電圧のばらつきは、レギュレーターや電動機で十分吸収できるなど、電気車の技術を応用できる利点があった。しかし、発電機や電動機は、電磁工と巻線で構成されており、重量が相応に大きくなるため、機関出力の小さい車両や、小型、軽量化には向いておらず、 軌道側の活荷重や、橋梁の重量負担力も問われる。一方、変速機を持つものの総括制御化も並行して、開発が進められた。クラッチをつないでもエンジンが停止しない、流体継ぎ手や、トルクコンバータの実用化に伴い、それ自体の持つ変速効果で、歯車選択式変速機を不要とし、同時に、出力やタイミングのばらつきをも吸収することに、成功した。 総括制御の指令は、電気車や電気式機動車、ディーゼル機関車と同様、電気信号で送られるが、最終の機械的な操作部には、電磁石や電磁弁と圧縮空気、油圧の組み合わせが用いられている。これらは、トルクコンバータに変速機油を必要とすることから、液体式や流体式度と呼ばれ、小型、軽量な車両向けに普及していった。日本の国鉄は、この方式で、 機動車とほとんどのディーゼル機関車の動力伝達装置を標準化した代表例とされ、現在の JR 各社や第三セクター鉄道の機動車もこの方式を踏襲している。その後の高速化や大出力化に際し、より幅広い変速比が必要な場合には、歯車の組み合わせを変える必要のない優勢歯車式速器を追加する方式が取られており、変速弾。 直結弾ともに複数弾を持つまでに発展している。これとは別に自動車のマニュアルトランスミッションそのものであった機械式の後継とも言えるオートメーテッドマニュアルトランスミッションを総括制御する方法も研究が進んでいる。近年の液体式も同様であるが核入出力軸の回転数をセンシングし中央のコンピュータによってエンジン回転、出力、クラッチ操作 変速が制御できるようになったことで、伝達ロスの最も少ない、この方式が注目されるようになった。日本では、JR 北海道のキハ160型が、ハイブリッド機動車への改造に際し、アシストモーターとの組み合わせでデュアルクラッチトランミッションを採用している。電気、ディーゼルそれぞれの機関車も、総括制御の原理は、電車、機動車と同じであるが、制御段数を細分化して、 空転を抑えるなど、大出力、高粘着に対応する様々な工夫がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。